ちょっとそれ確認しますね。そうね、あ、すいません、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでくまちゃんのかぶぐるみかぶってるの？あ、飲んでいいの？このイベントビールありなの？ありあり。皆さんもありで。我々にはこそっとこそっと。皆さんはありなんですよ。水筒に入れてきてほしい。いや、飲まれなかった。あれどこ行ってたかな？ちょっと待ってて。確認だけしてきます。そうですね。お互いと支援をいただきました。その恩返しと復興に向けて一歩ずつ歩んでいる暮れを元気になっている街を見てほしいという思いで令和元年5月に第1回目を開催しました。これ来た時かな。そう、1回目フラッシュの時ですね。あ、その時が第1回だったんです、はい、そうなんですね。でじゃあその後コロナの影響で第2回第3回がオンライン開催となって、はい、今年こそ集まることもできず楽しみを制限され見えないところで苦しい思いをした人で子どもたちもたくさんいるのではないでしょうか。改めてこのクレキャラ祭りがスタートしたきっかけ、思い、そして世界中が引き継いで今、復興への思いをつなぎ応援し合うという思いを込めて、クレご当地キャラ祭りは今年も復興応援の冠をつけて開催します。クレ市から全国に元気を届けますということで、クレ市さんの熱い思いでございますので、皆さんここでたくさん今日と明日たくさん遊んでいただいて、で、クレのいいところ、楽しいところをいっぱい、ね、発信してもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。よースカイボーイ。さあ次のキャラさんどうぞいらしてください。と、はい、いうことで、はい、じゃあそっちもらおうかな。じゃあどっちも当て替える。じゃあコタちゃんとそしてフニア、そしてズルちゃんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、ゼルさんどうも。ここ大入り口になってます。はい、ズルちゃんお疲れでした。少し休んでください。はい、フニアもコタも他のお客さん入れなくなっちゃうから、なんか行っちゃおうか、うん、ちょっとお客様のような通路開けていてください。すいません、お願いします。入場する方用の通路を開けておいてください。はい、お疲れ様。はい、じゃあ皆さんも一度休憩。写真撮りに行こう。じゃあ、あ、いや、もちろん、もちろん撮りますよ。そんな、ごめんなさいね。座ればいい。ちょっと、ごめん、乗る前入るよ。ちょっと、ちょっとごめんなさい。あ、顔ついてる。あ、ボロンやつ。そうそう。はい、ここで、ちょっと待って。フニアもう行くよ。こっち向いて。ちょっと待ってね、オフィシャル。はーい。パパ。ズルちゃん入って。はい。はい、行くよ。はーい、オカマ。誰が？のんけよ。のんけよ。のんけなわけないじゃん。あそこにマッチョがいるの。さあ、じゃあ。入れる人だけ、もうね、ほら、ほら、怖い人来た。来た。怖い人来てる。ほら、帰れよ、もうやめろ。帰るよ。赤瀬も入ってって。これ戦えるよ。入れてしまう。はい、ふにゃ、ふにゃ。行きます。ふにゃ。ふにゃ。ふにゃ、荒川さんが、ほら。どうも取るぜ。はい、カッパ。そっちかい。サービス。はい、じゃあもう行きますね。ごめんなさい。はい、じゃあもう帰るよ。皆さん、皆さん、また明日で。